ちょっと何してんのよ。ん？ああ、失敬。ちょっとそれだけ？ありえないし、ちゃんと謝罪しなさいよ。悪かったね。また、ごめんなさい、申し訳ございませんとか言えないわけ？教師のくせに。わかったよ。今はちょっと時間がなくてね。後できちんと詫びるよ。あんた、誰でも噛みつく癖直した方がいいよ。誰でもじゃないし、つうか悪いことしたら謝るとか普通でしょ。間違ってる？そうだね、間違ってないね、普通だね。あなたにミスはない。なんかバカにされてる。そんなことないよ。あながち間違ってない。ほら！こら、ミキ、もう赴任3ヶ月？いい加減なれるでしょ。教え方変だし、絶対やる気ないのよ。そのあたりはなんとも。私からすればポイントだけ教えてくれて分かりやすいし。何あんた、バカな子の気持ち知らないのよ。全然分からんし。私も理解しやすいけど。うわぁ、何二人とも頭いい自慢？私のこと見捨てるわけ？意地悪はあんた。え、私？腹黒美少女。あの師匠さん、立花先生が呼んでるよ。何かさっきのことでって。ノベソコさん。何？伝言頼まれたの？生徒に頼むとか何様のつもり？ごめんね、ありがとう。ついでに文句言ってあげるから。あの笑顔が歪んじゃうんだ。